私は老だだ、猫だ、毎日同じだ。いつも犬と人間がうるさいし大変。じゃあここから私の話になって。でもまずグレーのコートを着て、白い靴下を履いて、この服は着やすい。じゃあ今日が始まる。健康のために7時に私は地下から2階まで走って人間を起こす。やめなくちゃいけない、もっと寝たい、早すぎるって。でもそんなの気にしない。10時頃に人間のお母さんはお菓子の紙を床に置いた。人間のお母さんの朝ごはんかもしれないんけど、それはとても面白いものだ。それスクラッチポストほど好きじゃない。犬は私はしたい、楽しそうって。でもそれも気にしない。犬がしたくてもしたくなくても全然気にしない、自分でやる。茶色の箱に寝ていたの後でドッグフードを食べた。なぜかって、おいしそうだったから。でも人間は腹を立てた。食べちゃいけないって。それも気にしない。人間によると私が面倒くさいけど違う。5時頃に外に出かけたい。人間は優しさはちょっとだけあるけど頑張っている。私は大きい目で人間に、外に行っても大丈夫でございますか？鳥を食べたい。まだ考えずに答えてはいけない。人間は全然気にしなかったから、どんどん腹が立っていた。しょうがないだね。雷鳴った、雨も降った、ひどい風も吹いた。ちょっと怖かった。一番が好きな人のセッターの中でグーグー寝ちゃった。今日は違う。朝いっぱいカップを倒して倒した。そんな時に人間が留守だった。私しかいなかった、やった。今晩私は犬と喧嘩した。もちろん私が最高だった。このバク犬が弱い。高いところには全部見るから、こんなところ好きだ。台所には高いカウンターがある。ここにバカ犬は来ちゃいけない。それもここから全部聞ける。地下になんか変な声が起きた。この声がキーキーって聞こえた。新幹線のように地下に早く歩いた。ここにネズミが見た。このネズミは速いけど私がもっと速かった。探したから口で人間のお母さんに持ってきた。足の下にネズミを置いたけど、お母さんが本当にびっくりした。